どうも、こんばんは、NM です。ついに東京グールリインボークが、配信開始されたので、早速やっていこうと思います。まあとりあえずですね、最初のガチャ引いて SSR のヤモリが出たんですよね。多分レアリティ的には SSR が一番上なんじゃないかなと、思います。まああの SSR 出るときはガチャの演出もちょっと変わってましたね。ファイル CCG のなんかっぽいガチャだったんで、ファイルでしたね。で、まあリセマラはちょっと続行するんですけど、せっかく SSR のヤモリが当たったんで、ちょっと使ってみようかなと思います。で、今回行くのはこのイベントの、生命の区域、ランク上がってないので、スタミナが足りないんでね、B 行ってみようと思います。なかなかカグネガラとかグラとか全部あれですね、実装されてるんですが、みんなアバターだな。どうしよう、レアになってんのか。レアっていうかレアリティになってんのね。なるほど、これ変わんのかな。あ、変わるね、出てくる人。できればアバターじゃなくてあれが出てきてほしいんだけど、普通の、まあ、そううまくはいかないかな。ちなみにこの今いっぱい出てる金髪の、お、 SSR のカニキンじゃん。これでいきますか。音でかいかな。おー、すごいっすね。壊れないでくれよ。いや、カグネめっちゃ綺麗やないか。じゃあとりあえず攻撃しますか。タップしたら攻撃するんですが、そのタップ回数とか決まってて、スイッチみたいなことができるんですよね。こんな感じで、これ敵にターゲットとかつけれるのかな。あ、つけれるっぽいな。あー、ブレイクされちゃった。つか、強いんだが、いきなり B に行ったの間違いかな。これ3回攻撃してヤモリとスイッチさせて、ヤモリのスキル殺しちゃおうかな、食っちゃおうかな。あんま効いてなくないか、強いのか敵が。まだ来るの早かったかな。ここ突き刺して、あとは10日連打してれば勝てるかな。ああ、まだこれ進行度1だよね。一応オートはあるにはあるけど、オートでしようとは思わないぞ。まだ、あ、これエリア移動すればなんかかっこいい。やべ、かっけ強い、やべ、かっこいい。なんか早くムカデとか見てみたいな。でもどんなのか大体想像できるよね、ムカデは。OK、 最終面だぞ。お、金木だ。とりあえず金木のスキル、これ確か攻撃力アップいいっすね。とりあえずこのターン攻撃させて、オッケー、これでとりあえず敵のターンかな。あ、強い、攻撃力高すぎん。このスキルって押すとどうなるんだ。オッケー、ブレイク。いやー、敵強いな。いやー、まずい、倒されそうなんだが、殺しちゃおうかな、食っちゃおうかな。これってあれなんだね、全体攻撃のスキルなんだね。
あ、多分レアリティがレアなトーカはカグネが出てないと。畳みかけます。やばい、次倒されるんじゃないか。そこオーケー、ブレイク。あー、半分は削った、半分ぐらい削った。これまずいかな。オッケーオッケー。あー、なんとか耐えてる。くっそギリギリだけど。このカメラって押すとなんだ。あー、カメラ固定か。でもなんかあれだね、死にそうになると画面がちょっと真っ赤になるから。いやー、これ負けるな。畳みかけます。これでせい。あれ、これまだカニキャ一発攻撃できたか。いきなりちょっと難易度の高いところで行き過ぎたかな。一応さ、これちょっとリセマラしようと思うからちょっとコンテしますわ。コンテするとこんな感じですね。しかも全員スキル使えると。攻撃力アップ。で、カネキのスキル、かっこいいですね。操作官のスキルとかも見てみたいんですけど、このなんていうんですかね、このバージョンのカネキじゃなくて、このヤモリにいじめられたすぐ後のカネキがちょっと俺欲しいんですけど、今は多分ないと思うけど、いずれ出ると思うから、それ欲しいですよね。次は僕の番だ。が絶対スキルでしょ。違うのかな。絶対そうだと思うんだけど、絶対かっこいいよな。カネキに交換して、で、これで敵のターンになるのかな。この右のスキルっていうのは何だったっけ。スキルブーストか。で、これで終わりと。ああ、一本しちゃったな。確か SSR はヤモリとカネキと、あれ、それだけだったっけ。アヤトは S レアだったっけな。ということで、今回は、リリースされた東京グルリインボークを早速やってみたという動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。